こんにちは、なおです。今月の買ってみた、早速やっていきたいと思います。まずはガンプラから。はい、出ました、 HG のスーパーガンダムですね。最近再販されたので購入しました。マーク2はリバイブ版が出ているんですが、 G ディフェンサーはこのセットから剥がすしかないですね。中を見てみましょうか。ランナー枚数はマーク2が3枚と G ディフェンサーが3枚の合計6枚ですね。前回新作キットの入手方法の動画を作ったんですが、再販のガンプラはかなり入手しづらいですね。私も何種類か欲しかったんですが、入手できたのはこれ一つでした。はい、次へ行きましょうか。続いて購入したキットはこちら、30ミニッツシスターズのルルチェですね。最近は普通に美少女プラモを買うようになりました。このシリーズはコトブキ屋のキットよりも価格が安いので手軽でいいですね。顔のパーツは中国製で、他のパーツは日本製みたいです。目の担保印刷を中国の工場でやっているんでしょうね。はい、特に他に喋ることもないので次へ行きましょうか。続いて購入したのはこちら、マシーネンクリーガーよりラクーンですね。これも最近再販されたので購入しました。パッケージを見て驚いたんですが、てっきりこんな感じで来ると思ってたんですが、これはまさしく日東のパッケージのオマージュですよね。素晴らしい。ランナーの色はシルバーですね。さらに出てきました、トリセツも昔のスタイルじゃないですか。そしてこのカード、いいですね。最後にデカールですが、これは新しいデザインになってますね。かっこよくていいと思います。なんかね、ちょっと作るのがもったいないような感じもするんですが、機会があれば作りたいと思います。はい、続きましてプレ版から荷物が届いたので開けていきたいと思います。さて、箱が開きました。何が出てくるんでしょうか。はい、出ました。これはドバイガンダムですね。なんかガンダムの文字がキラになってます。デラックスでいいですね。これは現在ドバイで開催されている万博絡みで発売された商品みたいです。ベースは HG のガンダムっぽいんですが、特徴的な色分けを再現するためにかなりアレンジされている感じはしますね。腰のサイドアーマーはパーツ分割されています。これとは逆にボディは通常分割されている部分が一体成形されていますね。面白い。キットの他に大河原さんのインタビュー冊子が同梱されています。結構立派ですね。これは定価が2420円で HG ガンダムの2倍くらいするんですが、最新の HG の RX78 ガンダムということで一応購入しておきました。はい、次へ行きましょう。さて、何が出てくるんでしょうか。はい、出ました、機動戦士ガンダムウィング、敗者たちの栄光よりトールギス・フリューゲルですね。あまり詳しくはないんですが、敗者たちの栄光ではこのトールギスの羽を剥がしてウィングガンダムに取り付けたという設定みたいですね。ウィングパーツは最新のウィングガンダムエンドレスワルツバージョン K のものが利用されています。さらに設定にはないランスが付属するんですが、これってこれですよね。このバージョンのウィングガンダムも発売されそうですね。組み立て説明書はトールギスの流用ではなく専用のものになっています。はい、次でキットは最後になります。さて、何を購入したかというと、はい、出ました、 HG のサーバインですね。以前同じものを購入したんですが、なかなか出来が良かったのでもう一個購入しました。はい、今月購入したキットはここまでになります。続いてツール消耗品関連行ってみたいと思います。いやいや、フグタくん、デカールに続いてフグタくん専用カラーも買っちゃったよ。
はい、このカラーは来週公開予定の動画の中で使用しているので、仕上がりが気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、次へ行きましょうか。続いて購入したのはこちら、はい、ステンレスの板ですね。何に使用するかというとこちら。私は普段パーツの表面処理にステンレスの板に紙やすりを貼ったものを使用しているんですが、サイズ違いのものが欲しくて今回購入しました。ただですね、この板なんとたわんでるんですよ。これもたわんでるし、これも、それにこれも、これもたわんでる、これも、はい、全部たわんでます。いやね、購入サイトにはこんな風に書かれていたんですが、6本中6本曲がってるんで、ちゃんと平らではありませんって書いてほしいですね。素人なんで板って言えば平らだと思うんでね、これはやられました。平らなステンレスの板ってどうやって注文すればいいんですかね。もしご存知の方が見えたらコメントいただけると助かります。いやね、平らじゃないので紙やすりは使えないので、これは捨てるしかないかなと思ってたんですが、スポンジやすりであれば使えるかもしれないですね。ちょっと手で矯正して使えるようなら使ってみたいと思います。はい、気を取り直して次へ行きましょう。続いて購入したのはこちら、はい、これは峰島のサンドペーパーホルダーという商品です。丸タイプと角タイプの2種類が今回発売されました。ちょっと見てみましょうか。まずちょっとびっくりしたのは、最初からサンドペーパーが取り付けられてますね。取り付けられるペーパーのサイズは 76mm×41mm と説明書に書いてあります。この字のパーツの方にペーパーを取り付けるんですが、ちょっとコツがいる感じがしますね。慣れないと難しいかもしれません。この字の部分にペーパーを巻き込んだら、棒のパーツでグッと押し込みます。はい、これで取り付け完了です。ペーパーはしっかりと固定されていますね。ただちょっと浮いてる感じがしますね。丸タイプの方も構造は同じです。持ち方はこんな感じですかね。やっぱりペーパーが浮いてるのが気になるんですが、実際にヤスリがけしてみましょう。パーツには分かりやすいようにサフを拭いておきました。ペーパーは最初からセットしてあった600番を使用します。はい、使ってみた感想なんですが、特に使いにくいといった感じはないですね。普通に使えると思います。ペーパーが当て木から少し浮いてるのが気になってはいたんですが、特に問題なくヤスリ掛けできますね。形状は鉄ヤスリみたいな感じなんですが、ペーパーなので削る方向に自由度があるのがいいですね。はい、引けている部分以外はヤスリ掛けできました。表面処理の主な目的はこの引けを消すことなんですが、このまま続けて削っていきます。600番なのでちょっと時間がかかりましたが、はい、無事に表面処理が終わりました。綺麗に処理できたんじゃないかと思います。次にタミヤのペーパーを取り付けてみます。タミヤのペーパーはちょっとサイズが大きいですね。このままだと取り付けができないので、1センチほどカットして取り付けてみます。取り付け方のコツなんですが、最初に片方の巻き込み部分を山折りにして、その部分を引っ掛けてくるっと回してもう片方を巻き込む感じですかね。はい、取り付けできました。やっぱりちょっと浮いちゃいますね。ペーパーを400番に交換したのでサクサク削れますね。はい、できました。一つ発見したことがあるんですが、この400番をスポッと抜いて、さっきの600番をスポッと取り付けられます。一度ペーパーに形をつけてしまえば取り替えは簡単みたいですね。このホルダー自体を複数用意すればもっと便利だとは思うんですが、
違う番手をワンタッチで交換できるのはなかなか面白いですね。はい、丸タイプの方も試してみようと思ったんですが、ちょっと使いどころがね思いつきませんでした。これ買っちゃったんですが、買わなくてよかったかもしれません。やっちゃった。ただ角タイプの方はなかなか使えそうなので、今後制作の方で使用していきたいと思います。